じゃあ、はい、まあ、前回の動画で守備がね、どのこうの、うん、打つだけだったら俺はもう、うん、今でもやってられると、まあ、ちょっと無理ですけど、話ちょっと大きかったですけどね、うん、大きすぎる、ね、うん、でも32試合、うん、33でしたっけ、うん、日本記録連続試合安打、うんうん、まあ、今もね、うん、でもやっぱ危ないなって、あ、これ止まるかなと思った瞬間ってあるでしょ、何回か、いや1回だけ、うん、24試合目か25試合目、阪神戦、おピッチャー小林茂雄さん、苦手だったですか。いや、苦手っていう、やっぱ引っかかるやん。まあ引っかかりますよ、こっちへ。はいはい。あれ怖くなかった？あ、全然怖くないです。で、結構苦手だったかもしれない、小林茂雄さんは。で、4択食らってて、最後5打席も回ってきてセンター前打った覚えて、それからもう全然。でもフォアボールだったらダメなんですもんね、もう止まっちゃうんですもんね。ダメ。33って言ったら、うん、まあ、大概のピッチャーに当たるじゃないですか。当たる。苦手意識を持ったピッチャーっていないんですか。いない。さん、え、いない。じゃあもう終わりましょうか、この動画。いやいや、苦手意識持ってるよ。いやいや、こいつは合わないっていうのは。あ、でもいたのはほら、小松。なんかオーソドックスなピッチャーって嫌なんですね。小松だって早かったんやんか、あの頃。早くてもコントロール良くなかったじゃないですか、うん、コースにビシビシ来るピッチャーじゃなかったでしょ。でもあの速さってやっぱ嫌だったな。ああ、まあ、まあ速いのは速かったですよね、うん、ぐらいかな。じゃあ3人挙げるとしたら誰ですか、嫌なピッチャー。まあ33試合日本記録を持ってるヒットメーカーの吉彦さんが、このピッチャーはちょっと嫌だったなっていうのは。遠藤さん嫌だったですか。嫌だった。あのフォークえぐかったかな、あのフォーク。いや、僕対戦してないか分かんないです。そうだろ、味方やから。でもスライダーはパカパカホームラン打たれるんですよ、うん、あと松尾フォーク投げときゃいいのになと思って。そうそう、本当そう。なんでスライダー投げんだよ。いや、ピッチャーってみんなそうなんよ。松岡弘美さん初ホームランですよ、僕。でも何が嫌だったんですか。いや、全部良かったんや。まっすぐ、カーブ、あのカーブの。あ、でも吉彦さんのデビューした時代と、うん、僕ちょっとずれてますから、うん、後からなんで。でももう晩年だったでしょ、うん、だから本当にいい時だから。でも面白いピッチャーって面白いのは、まっすぐとカーブ、その系を投げときゃいいのに、5回まで完璧に投げるんですよ。チェンジアップ投げる、松岡さん。ボーダーもでしょ、それ全部当たるんよだから一緒、遠藤さんもフォーク投げとけ、まっすぐフォーク投げとけいいのに、スライダーみたいに投げたがるよ。だからまっすぐとフォークは超一流なの。すごい。スライダー4流ぐらいですからね、うん、ああ、はぁ、みたいなボールが来ますよ。あるね。あと、よかったのは桑田も良かったよな。あ、出だした時も。あと、牧原。そんなにいるんすか。いいピッチャー多かったよ、斉藤秀樹。吉彦さんが苦手だったの。だから遠藤さんでしょ、小松でしょ。もう一人俺同級生。北部じゃないでしょ。違う、そっちか、味方やないか。そうね。いや、味方が嫌いだったのかなと思って。敵してどうするんや。そうっすね。これね。言ったら、なんでって聞くから。同級生ですか。頭に浮かばないやろ。同級生のピッチャーが浮かばないし。そうやろ。ああ、佐田岡。ああ、僕も佐田さん嫌だったし。そうやろ。なんかね、今でいうあの当時カット系のボールがあったんですよ。そうそう、ここへずっとずるずるずる投げてくるやろ。そうそう。で、そんなに速くはないんだけど。速くない、全然速くない。なんか手足がバラバラな感じで投げてくるでしょ、うん。で、ここへ全部スライダー効かなカット系でスルズルズル投げてくれよ、はあはあ、だからカープが一番やられてるのは貞岡よ。遠藤さんじゃないんですか。遠藤さんもさ、貞岡にもやられてる、うん、だから、えっと思うやろ、はあはあ、だからそういうなんか特色があるよな。だからあとはあんまり気にしてたってことはない。まあ、蹴ったもフォーク投げるけどな、かけたもな。あの誰が蹴ったですか。僕なんか呼んだことないですよ。いつから蹴ったになったんですか。え、蹴った広島で蹴ったって言ってたんですか。蹴ったん掛け旗って書いて蹴ったんって読めるやろ。いや、僕チームメイトだったけど呼んだことないですよ、そんな。俺たち、あ、今日蹴ったんだからって言うよ。なんかそっちのチームみたいな呼び方じゃないですか。もう蹴ったんとか言って。そうそうそう。いや、僕ら掛けとか呼んでたから、掛け旗のこと。ああ、掛け旗とは呼ばなかったな。あ、そうですか。いつもだから蹴ったんだよな。あの字それも読んで、あ、今日蹴った、ね、蹴ったんで、またちょろちょろちょろフォーク投げる。まあ、だからフォーク投げるピッチャーは広島相対的に弱かったですよね。強くはないな。そうですよね、うん、で出てきた佐々木、
フォークね、バケモンフォーク。遠藤さんと佐々木とだったらどっちが良かったですか、フォーク。佐々木やな、やっぱ佐々木の方がいい、うん、落ち幅ですか、スピードですか。スピード。でも遠藤さんもまっすぐとほとんど変わらなかったからね。ん、まっすぐとフォークが変わらなかった、スピードが。遠藤さん、うん、あ、そうですか。で、佐々木の方がもっと速い感じがしたな。あ、それはもうまっすぐは間違いなく佐々木の方が速いですよ、うん、それにだからフォークも速かったから、はいはい、遠藤さんが嫌なのは角度がある、あの人突っ立って投げるよ、まあ、ちょっとアーム式でも投げるし、うん、佐々木はこう肘に見てきますからね、うん、だからその差があって遠藤さんのフォーク、うん、でも打ちづらいのは佐々木かな、やっぱし、あの速いっていうこともある、速さ、うんうん、まあ吉岡さんのタイプって話聞いてると、まあ、やって勝負して負けりゃ、まあ、打てなかったら苦手だし、打ったらまあカモだよみたいな、まあそうだな、そんなタイプですよね。そう、しゃあないんだもん。僕白竹が嫌だったんですよ。あ、白スライダー系、あれもいいスライダーでした。みんなパカパカ打つんですよ、うん、全く合わない。そうやろ、達川さん笑ってましたもん、うん、スライダーって教えてくれてたんですよそれでも打てないんですかそういうピッチャーっていないですかどうやろう。じゃあ33のその日本記録を作った時に、うん、あ、今日は山だなとか思うピッチャーってのはそんなにいなかったですか。ないね。まあ、例えば僕が記録作ってたら、うん、記録更新中だったら、うん、白竹って言った瞬間に、あ、今日は山だなと思いますよ。考えたことないもんね。だからあの二十何試合目の小林さんでも俺そうやって考えて言ってないもん。あ、そうですか。すっげー野球楽しかったから、もう何しろ野球するのが好きで楽しかったから、もうそれでヒットが出てるだけで。でも吉岡さん本当にあのグラウンドで生き生きしてましたよね。すっげー楽しかった。なんかだるそうに見えたことはないですよ、うん、ほんも楽しかったもん。小林さんに殴られてたもん、うん、蹴られたとか、うん、あったけどな。よくあったでしょ、うん、よく蹴られたでしょ、まあ、よくやられるタイプですよねいや平気だった。でも一番可愛がってもらったんじゃないですか、可愛がってもらった小林さんにね、うん、あの小林さんがいなかったらいないもん。まあまあそういう人はいますよね、うんうん、じゃあ野球やってて一番感謝する人って小林さんですか。小林さんだな、やっぱしな。一番は、うん、恩師という、うん、もう足向けて寝れないという。そうだな。小林さんどこに住んでるか知ってます。知らない。多分足向けてますよ、それで本当に向けてんじゃない向けてますよ。 YouTube 出てくるないかって前もちょっと頼んだことあるんよ、あの小林さんに、うん、したら、はい、やっぱコロナだから、年齢が年齢だから今ダメですねって言われた。やっぱし嫌いなんじゃないですか、向こう。そんなこと言うなひどいでも強かったですね、当時広島って。強かったな。あの、もう判を押したような打順や、はい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 、だからすっごい楽だったもん、うん、だから仕事が1番バッターの仕事、2番、3番、4番、5番、6番その全部、なんだろう、専門職がいたよな。そこを全うできる人間っていうのがいた。みんないました、ね、いた。だから今こう動かすやん、はい、カープなんかでも、はい、まあ、今コロナ大変だけどその前こう動かすやん、鈴木誠也4番から3番とか、まあ、あの時点でもう打順がなってないってことやもんね、うん、まあそうですね、うん、だいたい4番から組み手立てていくんだけど、それが4番を動かすってことは全部が動いてるってことやもんね。まあ吉岡さんも3番まで行きましたもんね。3番つらい。いや、つらいけどバッティングなんかこう変えてホームランも打つようになってなったけど、3番は辛い。なんでですか。もう責任かかってくるの。1番バッターってすっごい適当やからな、俺は。もうそれは僕の口から言わなくても、あの見てる方は分かってると思いますけどじゃなくてその1番バッターの定義ってあるやんか。まあ出塁率ですよね。な、出塁率がある、はい、であとボールをよく見る、はい、ってあるやないか。俺それ真反対言ってるからね。そうですね、初球は何でも初球やから。いや、分かってます。そう、何でもで、俺の持論は初球が一番甘いと思ってるんで。いや、そりゃそうです。うん、ほんであと間違いないです。そのスイッチに変えたからそこまで余裕がないわけよ。うん、なるほどなるほど。うん、何しろ甘い球は逃したくないから、もう初球来たらもうダボハゼっていうか、うん、自分で言いますかダバーゼですよ。もう3年も食らいついてくる、ね、そうだろ、はい、その状態だから一番バッターとしては当てはまらないよな。いやー、でもやっぱその積極性がチームを引っ張ったというか、うん、そういう感じがしますよ。なんだろう、自分を立って打ってヒットあったらランナー出て、またランナー出て楽しいやん。これ楽しいっていうか、もうちょろ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 してましたよね。してたな。でも吉子さんの走塁を見て
見習う点がものすごくあったんです。そう、まあ、例えば吉岡さんに聞いた時にお前帰る行って向こうに走れって その方が早いからって、うん、それもすごく勉強になったし、で走路のことも ものすごく勉強になったし、特にあのサードランナーでサードが離れてる分だけ取れるからって、うん、でサードの牽制なんか下手くそだからもっと出れるよっていうようなことで、そこのひらめきからホームスチールが生まれてきたんです。ああだから吉岡さんのあの走塁っていうのはすごく僕参考にしました。でも本当さ、逆算すれば離れや、まあ、サインプレー以外はでもサインプレーって分かるやん。分かります、分かります。もう大体見てたらもうキャッチャーの動きでね、うん、ああでサードの動きで、そうすれば向こうが出た分だけ出れるやん。そうすると楽やん。でもう危ないと思ったら野手の方にめがけて走っていけば、そうそう当たるからな、当たるからそう、ね、ボールもそれるし、だからそれはすごく勉強になりました。だから出るときは、まあ、ラインの外、帰るときはラインの上やからね、ああ、うん、必ず。ああ、うん、いやだからそういうのを見てて僕は勉強になりました、うん、勉強したのそれだけです。どういうことや